はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。皆さん、突然ですけれども真剣ゼミって知ってますか？あのお家にさ、教材が届いて、まあ自分で解いて送って、で赤ペン先生とかが採点してくれるみたいな、その通信の教育の講座ね。で実はね、僕も小学生ぐらいの時にねやってたんですよ、その小学講座を。でそれが今まで多分ずっとあったと思うんですけど、それがですよ、なんと進化して真剣ゼミプラスっていうのになるらしいんですよ。で僕ね、あの実はあの早稲田大学卒業してまして、で中学校と高校の理科の教員免許を持ってるんですよ。でその持ってるっていうことで、今回その真剣ゼミプラスのベネッセさんから、ぜひその真剣ゼミプラスを体験してくださいってことでご招待いただいたんですよ。本当にありがとうございます。で今ね、小学校中学校高校生の方々とかで、塾とか家庭教師とか、まあ要は学校以外で勉強し何かしようかなって考えてる人をね、ちょっとぜひねこの動画見てほしいと思ってます。でそれ以外の方々も、今ちょっと真剣ゼミこんな感じなんだっていう、なんか知る機会になればと思ってます。まあ個人的にね、ちょっとまあ教師になりたかった身としてはすごい今回ねいい体験させてもらいました。というわけで、エリアベネッセ青山さんに行ってきた時の体験レポート動画です。それでは見てください、どうぞ。まあ、今日なんでスーツ？お前スーツだろそれ。なんで？こんなちゃんとしたとこ連れてきてもらったんだぞ。ああ、今日はですね、こちらエリアベネッセ青山さんにご招待いただきました。イエーイ。はい、というわけでね、今回ご案内いただく方を呼びたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。福井さんでございます。よろしくお願いします。今日はどんな感じのものを我々は体験させていただくんでしょうか？新しくですね、4月から始まる真剣ゼミプラスというコースのご紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。行きましょう。お願いします。はい、というわけで今ね、中のブースに入ってきたんですけれども、まずですね、まずちょっと真剣ゼミプラスっていうのはどういったものなんですか？ありがとうございます。真剣ゼミプラスというのは、あの今まで真剣ゼミという名前で、うん、講座があったんですけれども、はい、それが進化して新しい機能が加わってるんですよ。で真剣ゼミプラスという名前に変わりまして、何が変わったかというと、一番変わったのは一人一人に合わせた勉強ができるようになりました。一人一人ですか。もう今まで真剣ゼミの教材あのお客様にお届けして自分でやってもらうっていうのが、まあ、ベースだったんですけど、より個人の得意苦手に合わせた勉強だとか、あとちょっと勉強調子悪いんだとかわからないなっていう人に対して、一人一人フォロー、カペンコーチっていう人が一人一人に電話をかけてくれたり、メッセージを送ってくれたり、個別に対応ができるようになったのが大きな違い。なんか前はね、やっぱ家にドーンってきて、それをやって1ヶ月に1回というか、まあね、赤ペン先生とかそういうイメージがあるんですけど、またそれとはちょっと変わって、そこから大きく進化しました。はー、ちょっとじゃあそれを具体的に、そうですね、ぜひぜひ、はい、今日はデモ版がご用意しましたので、行きましょう。やろうやろう。じゃあこちらですね。はい。はい、一緒に見ていただく、真剣ゼミプラス、はい、間違いありますね。気球が飛んでますね。この辺もあれですかね。これはちょっといや関係ない、関係ないですね。そこは関係ない、あんまり関係ない、はいはい、あ、これ何ですか？先に、名前を入れていただきます。名前をね、はい、はい、完了。はい、見ていただ、今中学生用のを見ていただいているんですが、はいはい、もうやっぱ中学生なので、例えば学校の授業を頑張るとか、うん、定期テスト頑張る、あとは受験ですね、入試向けて頑張る目標を設定していただきます。じゃあ僕ら今中学1年生ですか？じゃあそのぐらいの設定にしとこうか、はい、中学校入りましたということはやっぱり何、やっぱテストじゃない？そうね、まあ、うん、そうだね、そんな気がする。やっぱりテストね、頑張ろうってね。で、あと定期テスト、日程を、学校で違うので、これが入れれる、日程を入れれる、分かる範囲で、まあ、今回ちょっとデモ版なので、そのまま、まあ、このままでいいかなと思います。次へ、え、すごくない？じゃあ俺らのテストに合わせてくれるってことですか？そう、それに合わせてあのスケジュール組んでくれたり、声かけがかかって、すごいね、一人一人に合わせた学習をしていただくために、まずレベル、それから学習方法を選んでいただきます。例えば英語苦手な方、うん、はい、英語苦手です、英語じゃあスタンダードなんで苦手で上行っちゃうの？ハイレベル、英語難しいね、スタンダードだね。そう、そのレベルなの？そうそうそう、英語わかんないってそのレベルでわかんない。そうそうそう、違う、じゃあスタンダードで、これが講義の演習、まあ、例えばもう学校の授業で十分わかるよっていう方は演習から始めて、じゃあ演習でいこう。わかる、いやいやいや、調子乗りすぎ。演習でいこう。講義でいきます。あ、講義だと要はまず教えてもらえるってことですね。そうです、すごい、各教科ごとに選べる。じゃあ例えば数学得意だよ、もう余裕だよとか、数学余裕だよ、ハイレベルで、やるわ、全然行くぞ。
はあ、これすごいな、これ。これで全部選べて、それ通りにやれるってことなんですね。そうです、そうです。ちょっとじゃあ理科はじゃあ俺じゃあハイレベル。ハイレベルだけど講義と。なんだ自信はあるけど、まだ一応勉強したい。予習をした時は講義から先に。予習、そういうことか。授業より先に行きたい時は講義からやる。理科は得意だけど、ちょっと教えてよっていう時は講義なんです。あ、早く教えてよって、学校より早く教えてねみたいな感じ。先取りしていきたい時は講義からやる。あ、じゃあこれでいきましょうか。はい、わかりました。設定は続き、はい、はい、これ、本当は一人一人着手時間設定していただきます。例えば、習い事のある日はちょっと難しいなとか、この日はちょっと遅く帰るから時間をずらす。あとは、土曜日、日曜日、多めに勉強できるよねっていうのを長めに勉強しようみたいな。こうやって一人一人に合わせて勉強していただけるんですよ。すごくないハモっちゃったなんでお前ハモんなきゃいけないんだよ。でもマジですごいと思う。これ本当にすごいじゃん。じゃあもっと勉強しようか。じゃあこれ、はいはい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、こんなやつちょっと、ちょっと、大体こんなぐらいね。じゃあこれで登録ですわ。はい、登録お願いします。あ、また、キューがある。お、待ち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 、来た。待ちはいい、待ちはもういい。これ初めてですね。初めてです。待ちはいい、待ちはいい。お、もっと広い待ちだ。本当に待ちじゃん。まず学校に勉強のところを見ていただければ。ここ学校なんですね、はい、じゃあこれ押します。はい、はい、お、ジョインってきた。おお、はい、数学をタップしてみる。ちょっとね、デモなんで。ああ、なるほど。次数学いっちゃうんですけど、じゃあちょっとレベル2だけど大丈夫。さっき俺ハイレベル選んじゃった。やべ、俺ハイレベル選んじゃったよ。大丈夫かな。大丈夫か。ちょっと不安ですけど、行きましょう、はい、あ、鳥居くんが、はい、鳥居くんいます。はい、お、何ですか。演習ですね、スタート。はい、おお、やべ、むずい、やべ、むずいぞ。いきなりやべ、いきなりむずいぞ、来ちゃった。ちょっと練習なので、講義なく、ちょっと、あ、そうか、いきなり、やっぱ講義にしたいです、やっぱり。やっぱり講義にしたいです。やめる、すいません。すいません、調子乗りました。いや、こういうこともできる、ちょっと帰れるんですよね。帰れる。あ、よかった。はい、すいません、戻ってきました、はい。僕が調子乗ったがゆえに。本当だよ。講義をね、ちゃんと受けたいと思います。本当だよ。講義から。平行移動。直線平行移動、取り組む。これ受けれんの、講義。これは講義ですよね、ちゃんとね。講義、はい、はい、上に二文字書いてます。よかったよかった。ほんと？よし、行きます、スタート。はい、直線平行移動、ずらす。ん、次の図は、あの三角形と合同な三角形を敷き詰めて作ったものである。はい、青、一回だけ動かして、いや、はい、う、や、絵に重ねるにはどうすればいいか考えよう。え、どういうこと。絵に重なるように動かしていただくと、絵と重なったね。え、これが平行移動。あ、そういうこと。移動を実際自分で体験することで体験講義。はあ、すごいな。え、ちょっとこれだけちょっと今びっくりしちゃってるんだけど。何、マジで教えてくれんの。だって教科書とかだったらさ、あれですもんね、紙だからこんなのね、やってない。平行に動いたよって言われてるだけ。いや、すごい。自分で動かすのがやっぱりすごい。あ、今日持って帰ろう。いいっすか、行きたい。じゃあもらっていいですか。それダメ、それダメ、それダメ、それしょうがないの。なー、マジか。青回してみよう。何回す、ちょっとやる。青回してみよう。やべちゃ、いや、iPad じゃねえ。あんまりぐるんいい、ね、ぐるんぐるんなっちゃったから。いいね。はい、え、なになに、回すの。青動かし、回すって。あ、こうやって回ってくるので重なるところを入れます。お、お、お、はい、糸重なるところ。いいね。無視をするんじゃない。指示取り。お、すごいね。すげえ。あ、中心として一点のところだけ回す。回転移動。これが回りますよって教えてくれる。さっきの平行移動、これ書いていいの。すげえな。もう一つ。はいはい。青を裏返してみよう。おお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 い。なんだよそれ。何このこれ。いや、すごいなこれ。これすげえな。対称移動だって。あ、これは対称移動って。このようにして移動の違いをなんか自分で体験ができるんだ。すごい。いや、ま、進化しすぎでしょ。マジで。こ、え、ちょっとごめんなさいね。この目の当たりしすぎて、びっくりしすぎて。マジか。あ、すごいね。これマジで昔に欲しかった。本当だよ。はい、数学ね。比例の利用、はい、行きましょう、はい。図形の辺上を動く、はい、点の運動、はい。スタート。10分で解きましょう。ああ、むずいよ。さっきのやつだよ。戻ってきたよ。戻ってきたよ。じゃないか。BP の長さが2センチの時、はい、三角形 ABP の面積を求めなさい、はい、さあ、どうでしょう。え、これだろ。あ、こっちか。答え合わせ、はい、はい、おーい。はあ、なるほど。これをすぐしかも教えてくれるんですよ。ね、あ、で、次。すごいね。すぐ教えてくるのやっぱ大事だよね。鉄はなんちゃらね。
説は熱打ちるて、それ言わせるコーナーじゃねえから、福井さんに言わせるコーナーじゃねえから。なるほど、改札の人が、あ、間違いパターンとか、あ、教えてくれる、え、あ、ただやるだけじゃないんだ、やった後解説してくれるんだ。実はさっきの選択肢も間違ったパターンによってこの点があるんです、マジっすか、こうだよみたいな教えてくれるんですね。この間違いする子にはこのポイントを教えようっていうのが全部決まってるので、はぁ、間違いの合わせて書いてちょっとすごすぎてさ、持って帰っていいですか、ね、2回目、本日2回目なんですけどあ、ダメですか、ダメ、えぇ、マジか、これすごいね、ちゃんとこのね、公式とかをちゃんと出してくれて、うん、教えてくれるんだ、解説、あ、おぉ、書き忘れに注意、間違いやすいポイントっていうのは、引き出しとかあるんですね。いや、これはすごいな、すげえ、マジです、うん、これマジのトーンになっちゃった、ね、動画忘れる例えば、間違った問題があった場合、うん、苦手クリアレッスンでしていただくと、間違ったログ、ちょっと今回ログな、あ、うん、デモは出ないんですけど、うん、1ヶ月間違ったログ残してます、この中に、間違ったやつだけ元に、そうです、あ、学年も関係なく振り返り、あの、この単位を理解するためにこの問題必要なものを提案します。例えば、じゃあ今3年生だったと、で、3年生ここでつまずきました、実はそれ1年生の問題、マジ理解しないと解けない問題だったとしたら、それも出てくる本当に苦手を苦手じゃなくすために、すごいね、そんなの教えてくれなかった学校だよ。いや、一人でやってたらそれも無理だよね、だねすげえ、さっきから何回すごいって言ったの、何回すげーって言ったんだろうな言い過ぎだよ、やらせじゃないっすよ、いや、これマジ、いや、これは本当に欲しかったね、当時たらさ、逆に今の子たちいいな、ね、よくない、止まるって撮影中止まっちゃうっていう、すごすぎてマジか、言葉ないで、あの、例えば、あの、ここ、なんだ、赤ペンコーチとあのコミュニケーションを取るところなんですけど、赤ペン先生、あの、そうです、そうです、真剣ゼミの、そうです、って言ってたね、そうです、赤ペンコーチで変わって、うん、そのコーチが、例えば暗記、英語の暗記の方法、はい、教えてくださいって言ったら、教えてくれるんですよ、え、で、こんな方法でやってみてね、で、やってみたよ、で、ここが分かんなかったよとか、うまくできなかったってなったら、うん、また別の方法を提案してくれて、自分に合った方法を一緒に探してくれる、すごい、え、要は例えば問題の答えとかだけじゃなくて勉強方法、こう、マジか、いっぱい書いて覚える子もいれば、声に発音出して覚える子もいればとか、そういうのアドバイスどんどんしてくれます。何ですか、え、それ、うん、これ送れば、じゃあ、そうです、返ってきます。へぇ、あとは一方的にテスト前、2週間ぐらい前に、はい、そろそろテストの近づいてきたけど、勉強の調子はどう、うん、で、今だったらこんな勉強したらいいんじゃないっていうアドバイスとか、もう個別にこうどんどん声がかかるので、人が間に入ってくるんですね。あ、人が見てくれてるんですね、これ。え、じゃあこれ例えば自分がこの答えたやつの過去問というか、その履歴も全部先生は見てます。先生側の画面では全部分かってます。マジかよ、最近勉強してないねっていうの分かってます。あ、それもバレちゃうんだ、バレちゃいます。あ、なるほど、これすごいな、本当にすごいな。中学生くらいとか自分の勉強方法まあ、できない、できない、僕もね、家庭教師とかやってたんですけど、うん、すっごいおじいちゃんすっごいおじいちゃん、すっごいおじいちゃんで、どうだったんですか、 This is とかなんかそんな感じだったおじいちゃんなんだぜ、だからね、ちょっとまあこんなになっちゃった。確かに俺も家庭教師やってたけど、中学校の時もう寝てたわ家庭教師行ったけど寝てた。でこれでもちゃんとそれちゃんと定期的にちゃんと言ってくれるんですよね。そうそう、僕家庭教師言ってくれなかったんですよ言ってくれなかった、寝てたから、そう、多分ほったらかしだったんですよ。そうだ、ね、やってても、ね、その結局でも自分はやってる気になってたから、当時自己満だね、すげえ、すごいな、ね、面白いアプリこれ、月サプリ、これだカメラ、月を探す、え、ちょっと待って、月が月ないですね、月ないですね、矢印の方向に向ける、はい、え、何、これどういうこと、ちょっと俺にも見せてよ、おい、月があるね、俺月があるよ、おい、月がある、おい、おめえはいい、俺にも見せてよ月は月はほら、どこ、リアルタイムでどこに月があるか、あ、これリアルタイムです、そうです、本当にあの方角に月がある、そうです、え、これピーってやるの、え、すげえ、ない、ない、見てみ、ほら、おめえはいいよ
おお、すげえな、今の時間帯。そうです、今の時間帯。すげえ。月の動きとか、うん、あのいろいろ少しずつこう章ごとに分かれていくので、はいはいはい、こうスモールステップで理解していっていただく、うん、月を理解するっていうのが。月の大きさや距離はどのくらい？じゃあこれやってみます。じゃあこれやってみます。はい、下に。はい。はい、月の大きさだけど、シミュレーションを始めます、はい、月サプリのシミュレーションは画面の指示に従って学んでいくのと実際にアプリを動かして体験するものなんです、はいはい、え、月の直径は 3476km です。でかいね。でかくね。お前の顔ぐらいおみんな押しつぶされるわ。押しつぶされちゃうこんなとこにあったらお前ここまででこんなでかかったらお前えらいことになる。あ、そっか。なにこれ、お、すごい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 、比較ができるんだ。おあ、月の直径の、そう、あの、そっちさっきの訂正する、ね、こっち地球の方だ、お前の顔。なんで俺、ここにだるまみたいになっちゃうよ、したら宇宙から見たらだるまみたいになっちゃうよ。そう、違う。え、どこまで行くのこれ。おお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 おなにこれ、太陽が出てきた。すごい、これぐらい離れてる。月と地球の距離ってめちゃくちゃ近くなります。マジか、これすごいね。ちょっと顔並べてみよう。いいよ。ちょっと小さい。そりゃそうだろ。それはそういうやつだからな。あ、そっか、そういうやつだから。あ、そっか。すごいね。これすげえな。次に月までの距離を確かめる。画面をタップして続けて。うん。うん。うん。またこうやってる感じで。はいはい。ね、何何何何。距離が分かんないですね。さっきの大きさが大事だ。距離。このぐらいの離れてるよ。え、遠くね、遠くね、そうですね、遠くね、遠くね。え、待って、地球なくなりました。早くも地球なくなる。遠くね、これぐらい離れてる。あー、これあれだな、俺とお前の距離ぐらいだ。おーい、心理的な。うるせえ。仲良くやってこいよ、仲良く。いや、すごいね。これだってさ、わかんないじゃん。これだって教科書とかだとさ、限界ありますもんね。教科書で表現できない。すごいね。まあ遊びがてらじゃないですけど。そうですね。これもまあクリアしていくと、うん、どんどん次のが空いていく。次ステージがあるんだ。そう。これやっていかないと次見れなかったりする。これはうまい。遊びでちょっと。これは誰だ。じゃじゃお前だ。何のツアーみたいな。これは今の何だ。なんだね。これ今。じゃじゃそのね、次に行きたいっていうさ。うん、いやだって俺これ動画だけだし、この後やりたいでしょ。だからこれはめちゃくちゃさ、ついてくるね、ここね、これ。いや、すごいな。ついでちゃった。これはうまいじゃん。めっちゃ怪しかったな。何何通販みたいになってる。はい、というわけで、真剣ゼミプラス体験しました、我々。あのね、もう本当に何回も多分言ってるんですけど、これマジで昔欲しかったと本当に思いました。いや、これすごいですよ。これちょっと真剣ゼミさん。13年前ぐらいの話ね。ねリアルだよね。いい、羨ま。逆に今の子たちを羨むっていう謎の。いいね。今の子たちいいね。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。すげえ楽しかったです。よかったです。また来たいです。あ、ぜひ遊びに来ていただいても。これね、やりたいです。あ、ぜひやってください。持って帰っていいですか。それだけはダメらしいです。じゃ詳細はね、あのこの動画の概要欄にぜひあの興味を持った方はぜひ概要欄を見てください。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。また動画あげるのでまた見てね。明日も頑張ろう。バイバーイ。バイバーイ。